ベローラ駅はニューサウスウェールズ州のホーンズビー市ベローラ地区にあるシドニートレインズの駅である。路線としては都市間列車のセントラルコーストニューカススルラインと近郊電車のノースショアノーザンウエスタンラインが停車する近郊電車の運行上の北限となる駅である。1887年4月7日メインノース線がホーンズビー オークスバリーリバー間で延伸されると同時に開業した。1909年には当駅付近の複線化に従って現在の島式ホームが建てられた。1983年10月23日に下り、副本線が完成し、列車の折り返しが可能な駅となった。このため、これまで隣駅の公安駅までだった近郊電車の運行の北限が、 1992年1月より、当駅にとって変わることになった。2006年8月28日、シチレルクリアウェイズプロジェクトに基づいて、これまでホームのなかった下り副本線に新しく、単式ホームを増設した。これにより、近郊電車が2番線の下りホームに停車中でも、都市間列車が新たにできた3番線ホームに、同時停車することができるようになっている。また、 同プロジェクトには、駅設備の更新も含まれており、エレベーター付きの湖線橋が新たに建設され、ホームの屋根部分が延伸された。ベローラ駅構内の配線図。折り返し列車は2番線に入線する。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の、軽2面3線のホームを有する地上駅である。東側の島式ホームの外側が1番線、内側が2番線。 西側の短式ホームが3番線となっている。セントラル方面より運行される、近郊電車は当駅までの運行であり、折り返しのために、近郊電車は2番線ホームに停車する。2013年度の1日平均乗車人員は1750人で、ある。シドニートレインズ及び NSW トレインリンク、管内の駅では、第124位である。セントラルコースト ニューカッスルラインのおショア、ノーザンウエスタンライン。ありがとうございます。